い、こんにちは、こんばんは、おはようございます、影山です。今回はね、サムネとタイトル通りなんですけども、写真から、トレースしてイラストのようにできるかっていう話ですね。今回はいろいろね、探して一番クオリティが高くて、かつ、フォトショップを使っている方なら無料でできる、プラグインの方をちょっと探してまいりましたので、ご紹介したらなと思います。もう簡単です。プラグインの URL は概要欄に貼っときますんで、ご自分で入れたい方は入れてください。まずじゃあやっていきましょう。まずこの写真、この間大阪城の梅林ですか、あんまり咲いてなかったんですけど撮ってまいりました。でこれJPEG 撮って出しでございます。はい。今度の後日ね、動画ではソニーの α7-4 のクリエイティブルックすげーっていう動画を出そうと思ってます。これ本当にクリエイティブルックの色味だけでこれしてます。すごいっすよね。なんかこれ極めると多分老現像しなくていいんじゃねとかって思ったりします、するんですけど、まあまあ話はそれましたが、じゃあ行きましょう。フォトショップね、ここにね、再生ボタンみたいなのがあるんですけど、これが出てない方はウィンドウから行ってもらって、このアクションっていうのを、クリックしていただければ出てくると思います。今回使う、アプリはトゥーンアーティストっていうアプリを使っていきたいと思います。はい。これはちゃんとフォトショップさんがやってるアプリなんで、別に怪しいとかないんで、Adobe さんがちゃんと出してるやつです。まずそこをクリックして、あとは再生ボタンをこう押すだけです。はい。あとは、今レイヤーが動いてると思うんですけども、勝手にやってくれます。じゃあちょっとね、待ってる間にちょっと現在話題がある、トレパク問題にちょっとお話ししていけたらなと思います。カメラマン目線でね、まずね、トレースは、まあ、カメラマンはまあないと思うんですけど、構図とか、写真のね、なんていうんですか、ポーズとか、まあ、構図、写真の撮り方とか、僕は全然パクるならパクったらいいと思います。この世の中も即出じゃないものなんて多分ほとんどないと思うんですよ。ほとんども世に出てると思うんですよ。どんなポーズにしても、どんな構図にしても。その中で、オリジナリティを、このね、自分のオリジナリティを見つけて、入れていけばいいのかなと思います。はい。で、何がダメなのかというとね、今度、この、あれはね、クライアントワークので、それを使ってしまったのが悪いんですよね。クライアントワークで別に使うのは全然いいんですよ。じゃあ、何がダメかというと、黙って使ったのが一番ダメなんですよ。まあ、大元の写真撮ってる方に、これイラストにして、クライアントワークで使いたいんですけど、使っていいですかって断り入れてたら、こんな大元にはならなかったんですよ。で、しかもしてないって今言い張ってるじゃないですか。もう素直に謝っときゃ早いのにと僕は思うんですけど、まあ、まあね、プライドとかもいろいろあると思うんで、お金のこともね、僕らちょっとわかんないで、あれですけど、一応この、知り合いのね、ちょっと弁護士にちょっと話聞いたんで、それを伝えようかなと思うと、どうもね、なんか著作権ってすごいふわっとしてるみたいで、なんか、類似性とが、一番こう、重きに置かれるみたいです。類似性っていうのは、ポーズあるじゃないですか、特徴的なポーズ。ね、モデルさんとかでも特徴的なポーズとか、その特徴的なポーズで、撮った写真とか、ああいうのは論議にされるんですよ。で、知らずにやってしまう場合もあるじゃないですか、この世の中ね。本当に見てなくてやって場合があるじゃないですか。その場合の法律もあるんですけど、けどそれって立証がしづらいじゃないですか。俺は見てないとか、私は見てないって言っても、立証しづらいじゃないですか。だからそこはほとんど論点にされないみたいですね。なんで、どっちが論点になるんやって言ったら、類似性の方が論点になると思います。けどそれもね、やっぱり裁判してみないとわからないということでした。はい。それがアウトなのかセーフなのかっていうのは、やっぱりそのケースバイケースやからっていうことで、というのもね、例えばもうめっちゃこうわかりやすく言うんですけど、イラストとかで棒人間ってあるじゃないですか。もう丸い回で棒を描くだけの。あれを真似したのってならないじゃないですか。これすごい極論ですよ。はい。そういうのがあるから、やっぱりこう、ちゃんと審議しないとわからないよね、みたいなお話でした。はい。はい。だから皆さんも気をつけましょうっていうところですね。はい。
まだちょっとかかりそうなんで、早送りしたいと思います。はい、ということで、終わりました。どうですか？イラストか、すごくないですか？これ。これ無料でボタン1個でできるんですよ。じゃあ、比較していきましょうか。まずこれがイラストですね。で、これ元写真がこれです。で、これイラストか、元写真。イラストか、元写真ですね。ちょっと拡大してみましょうか。こんな感じですかね。ちょっと大きめにしましょうか。はい、こんな感じです。どうですか？これが、イラストか。これ写真ですね。まあ、お綺麗な方ですね。モデルさんがね、もともと。はい。ということでね、他にもね、ちょっと何枚かやりました。じゃあ、ちょっと見ていきましょうか。まずこの写真が、さっきのイラストで、イラストっぽく、ちょっとスクエアにしてみました。やっぱりね、この、写真の比率やと写真からトレースしたっていうのがちょっと丸分かりになっちゃうんで、ちょっとね、スクエアにしてみました。これがね、これです。わかります？これが、これです。で、じゃあ次行きましょうか。これが、これです。はい、次行きましょうか。これが、これです。で、最後にね、ちょっとね、さっきのも反転してたんですけど、反転のこと言わせてたんで、ちょっと言うんですけど、最後にね、この写真をね、反転させてイラスト化したらどうなるのかと。ちょっとやってみました。で、これです。これが、これです。もうわかんないですよね、これ。これも何度も言うようですけど、無料ソフトですからね。無料でこれできるって、ほんますごないですか？だからね、これね、僕思ってるんですけど、有料とかこれも、使ったことないんでわかんないんですけど、有料のアプリをもしあるなら、多分、精度で言うなら多分、無料より絶対有料の方が上のはずなんですよね。っていうことはもう、ほぼほぼわかんないんじゃないのかなと。この写真からトレースしてイラスト化されたら。っていうのも、これ、トレースでも何もないですからね。もう、ただのアプリの力ですからね。で、この状態にしてから、イラストレーターなり何かにぶち込んで、ね、ご自分なりのオリジナリティをこう、付け加えられたらもう絶対わかんないですよね。今回の問題のちょっと闇ですよね。まあまあまあ、いえ、そんなことはどうでもよくないですけど、そういう感じですね。はい、ということで、もう今回はもうこんな感じで締めようかなと思います。もしよかったらね、ご自分の写真でもやってみたいなって方は、概要欄に貼ってますんで、ダウンロードしていただいて、クリック1個でできるんで、フォトショップ持ってる方はぜひ試していただけたらなと思います。で、あと、今回ご紹介した、素敵なモデルさんたちの、Twitter の URL を概要欄に貼ってますので、この人撮りたいなと思った方がいらっしゃるなら、ツイッターまで飛んで、撮影していただけたらなと思います。はい。では、今回は簡単になりましたが、動画を終わらせていただきたいと思います。チャンネル登録、高評価、チャンネル登録、チャンネル登録、高評価はお任せいたしますので、できたら、他の動画も何本か見ていただけると嬉しく思います。それでは、この動画はこの辺で終わりたいと思います。それではまた、影山でした。アクティバイ感情ドライバー。